はい、山田でございます。メンズエステについてお話しさせていただいております。先ほどね、ちょっと好きでもない女性に体触られるのが嫌だみたいなことを言いましたけども、あれはちょっと語弊があるので、ちょっと訂正させていただきます。変なこと言って申し訳ございません。まず、研修とかでね、触っていただくっていうのは、もちろんうちのセラピストさんはもう家族みたいなもんだし、好きとかそういう、まあ、好きはもちろん好きだしね、ただ恋愛感情ではないですけれども、なんつうのかな、家族がマッサージしたりされたりするのってのは、まあ、ごく当たり前のことであり、まあ、そういう感じで捉えてますので、いやいややってるわけではございません。またそれは僕の仕事でございまして、真剣にやることで、その新人セラピストさんのなんつうのかな、これからのメンズエステ人生、そして人生そのものが大きく変わってくるものでもございますので、決していやいややってるわけではございません。ただわざわざメンズエステに行くっていうのはね、あんまりしないことでございまして、それの一つちょっと言葉の流れで ね好きでもない女性にみたいな話しましたけれども、ただ癒しの提供場所とするならばね、それはありというかね、まだまだ知らないだけで、まあ、特にオイルまみれになるのが嫌だっていうだけでね、ちょっと強い、変な言葉、文言を選んでしまったなということで反省しております。あとは、まあ、なんか際関係とかはね、やっぱり僕真面目なんですよ、多分すごく真面目で、いや若い頃はいろいろありましたよ、確かにいろいろあったけれども、もうこのおじさんになってからは、もうだからこれ一回あげましたけど、もう好きな相手としかもうそういうのなくていいと思ってるし、好きな相手ができなければもう一生童貞でいいと、まあ一生といっても若い頃は童貞じゃなかったんですけどね、ぐらいに思ってるぐらいでございまして、まあチンコもあんま立たないしね、まあ、ちょっとたまに立ちますけど、ちゃんと一応は機能はしますけど、でも、まあまあそんな感じでございますな。なのでちょっと変な言い方しましたけれども、別に研修とかで、施術を受けるっていうのはいやいやじゃないですし、まあ、逆に喜んでとか、しっかりと真剣にやってますので、それは研修の音声も上げてますが、そっち聞いていただければ分かると思いますけどね。ただわざわざそのメンズエステに行きたいと思わない派なタイプなだけで、良さは分かってます。良さ分かってるからこれだけ、まあ完璧ではないけれども、これだけ運営してきているっていうこともありますからね、まあまあまあいいんですけどいいんですけどって、ダメだね、そんな投げやりな言い方は、投げやりになっちゃダメ、人生はね、ということで、まあセラピストさんもね、本当でも僕もね、たまにセックスの話とかこう YouTube でしますけどもね、恋愛の話とか、でもまあなかなか、でもうちのセラピストさん皆さん美人さんですがな、なかなかですよね、それの中でそういう目で全く見てないので、そういう気に全くならないんですけど、そういう目で見たらね、そういう気になるような方もいるかもしれないけどね、まあ、分かんない、そんな話すべきではないですな、もちろん台本なしで話してますからね、雑談ということでね、でもまあ、僕もでもいいおじさんなんですよね、もうそろそろモザイクかけるのもめんどくさくなってきて顔出ししちゃうんだと思うんですけど、動画やり始めたらね、もうめんどくさいからね、パッと撮ったのをパッと上げるのがいいのであってね、そんなわざわざその編集に時間使いたくないじゃないですか。ちょっと愚痴言ってます？愚痴は言っちゃいけないってあれほど言ってんのにすぐ愚痴言っちゃうっていうね、ダメね、私もだからみんなも一緒なんだよ、俺もそう、やっぱりマイナスなこと言っちゃうし、ネガティブな思考になっちゃうし、あれはめんどくさいとか俺はめんどくさいとかいう思考になっちゃうんですよ。だから意識するわけ、いかんいかんと、
あそういうのマイナス言っちゃってた、人様に対してネガティブなこと発言しちゃったとかね、そういうので反省しつつね、生きていく、それ意識しつつプラス思考にしていくっていうような感じがよろしいかと思いますけれども、そうだからセラピストさんからももう男として見られてないですから、マスコット的な存在って言ったら可愛すぎるかな、なんかうろうろしてるおじさんみたいな、おっちゃんみたいな感じでございますので、いい関係ですよね。だからそういうのないっていうのがいいと思いますよ。オカマぐらいがちょうどいいというかね、オカマっぽいぐらいがちょうどいいというか、僕これはね多分皆さんそうおっしゃると思うんですが、エロい目で見たことないので、エロい目で見られるとかっていうそういうないと思います。一切そういう経験も今まで、5年間の中でね、それはなかなかのことでね、やっぱり年頃の例えば20代後半とか30代前半ぐらいの男性経営者だったらね、やっぱまだまだやりたい盛りだったりするじゃないですか。でセラピストさん、健康な、ね、容姿や、マインドのセラピストさんを採用していく中でね、やっぱりいいなと思うようなことが出てきちゃったりだとか、逆もあるんです。あ、この話しようかな。逆も あるし、僕はもうそういう目で見られているので、そういう目というのは、なんていうのか、そういう対象じゃないと見られているので、そういうのはないんですけど、もちろんね、ただそれなりに、運営者として真剣にやっていていたとしたならば、そして年頃20代とか30代のちょいぐらいの方であればね、まあ40代でもかっこいい経営者いると思うんですけど、セラピストさんから のそういうのも求愛的なこともなくはないでしょうよ、でもそこはやっぱ運営者としてお店を回すね、癒しを提供し続けると、お客様に対してそういう強い意志がある必要で、少々そういうのがあったとしてもそれは受け入れちゃダメですよね、もちろん。それは強い気持ちが必要というかね、特に若い方っていうのは、僕も若い頃やりたい盛りだった時代ありましたけども、この間ね音声であげましたけれども、そういう時代にねこういう仕事をしてしまったら、やっぱりねそれはそういうことが起きやすくなっちゃうじゃないですか。でも起きたらダメなんです、これね。起きたら絶対ダメなの、これはね本当にね、メンズエステを、メンズエステ運営の教科書みたいな記事をね書こうとしてるんですけど、なかなかそんな記事書いたりとかする、時間はないんですけども、それはねダメなんですよ、絶対に。やっぱりセラピストさんはセラピストさん、ビジネスパートナー、家族であって恋愛対象、セックス対象、性の対象ではないっていう風に決めて運営しなければ、回るものも回らなくなってしまいますからね。一人だったらいいだろうっていう問題じゃないです、一人もダメなんですそれは、なのでね、メンズエステ、運営されてる方もし聞いてたらね、それは肝に銘じてやられたらよろしいかと思います。あなたが長だからね、だからダメなんですよ。あなたが一従業員で誰かとっていうことであればいいけどね、店長さんオーナーさんはダメですな、それは。何の話してんだよっていうね、もう10分喋ったかしら、最近10分喋れないね、いいか、ということで適当にやってるわけじゃないですからね、いや真剣にやってますからね、お仕事は。